スノーマン深澤達也ラウール宮舘亮太との目標宣言「今年はガチなやつ」「モデルプレス2 0 2 3 0 5 0 5スノーマンの深澤達也とラウールが4日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組『スノーマンの元のまんま文化放送』毎週木曜21時から21時30分に出演」深澤が31歳の目標を明かした。 深沢達也、31歳の目標を明かす5日は深沢の31歳の誕生日ということで、ラウールはおめでとうと祝福し、30歳を振り返って変わったことなどはあるのかと質問。深沢はありがとうと感謝しながら、30歳になって変わったことっていうのは意外とないのかなと思っていて、と答えた。31歳になったら始めたいことについて、深沢は今年31歳になって、 ダウールも二十歳になるわけじゃないですか。だから、二人でそろそろ車の免許行きたいなって思ってますと告白。